堅いゲームになるのかなと思います。4位の甲府、そして22位大宮の一戦、 J2 リーグの第18節です。ライン上げます。こうやってセンターバックは運んでくれる、助かりますね。ワンタッチ、ジェトゥリオ、ピーターウタカのところ、もう一度回収、ジェトゥリオ上げ直しでピーターウタカ折り返し中央、竹富押し込みました。先制甲府、手元の時計で前半8分、見事な連携が炸裂、先手を取ったのは甲府。折り返して、まあ、非常にいいゴールだったと思います。はい、ジェトゥリオがその良さを見せたんじゃないでしょうか。まあ、しっかり見てましたよね、ウタカの動き出しを。でウタカ開いたことによって中スペース空いたのを竹富がしっかり入ってくる、はい、まあ、素晴らしい崩しだったと思います。関口絡んでいって林田落として、ウタカだ、かき寄せるか、後ろからさらに菅井、ミドルコントロールショット、スーパーゴール、追加点甲府。押し込んだこぼれ球から菅井のコントロールショット炸裂、課題としていた甲府追加点、後半立ち上がりに奪いました。見事な弧を描きました。ウタカもこれ決めたかと思ったんですが、そうですね、カバー頑張って戻ったんですけど、その後ですね、大山から茂木、大外泉沢、勝負に行った泉沢のドリブル、クロスが入った、中央ヘッドだ、1点返しました。2対1、1点を返しました。大宮、泉沢のドリブルからでした。すごいですね、そのリズムだったりタイミングというのは外し方がうまいですよね。で、まあ、最後クロスもうまかったですし、はい、奪ったピーター・ウタカは前を向く、浦上が戻る、ピーター・ウタカ右足ポストに当たる、押し込んだ、3点目ピーター・ウタカ、2試合連続ゴール、甲府3点目が生まれました。これがエースの一撃、素晴らしい得点でしたね。選手の交代はそれぞれ3枚ずつ、そしてまたウタカが奪う、ウタカが浮く、ウタカのシュートだ、4点目が生まれました。ウタカ2ゴール、4対1、ダメ押し点が計上されました。4対1。サイドに流しての連携、林田粘る、そして鳥海前向き、鳥海、三平反転、三平左足、5点目が生まれました。甲府、今シーズン4点目、タイミングを外したシュート、はい、まあ、素晴らしい判断と素晴らしいプレーでしたね。